えー、愛知県ラジオネーム安藤豊。えー、平子さん、酒井さん、こんばんは。えー、国際宇宙ステーションに12月15日から半年間滞在予定のイギリス人宇宙飛行士、ティム・ピーク氏は、えー、来年4月24日のロンドンマラソンに宇宙から参加すると発表しました。えー、地球の上空400キロを、えー、時速27000キロで周回する国際宇宙ステーションで、ランニングマシンを使って走るそうです。えー、ランニングマシン前に大型スクリーンを設置し、 ロンドンマラソンのコースの動画を放映するそうです。うん。クレイジースペーシーニュースですね。クレイジーだしスペーシーですね。ね。<laughs> これなんかその、まあ、海外的なジョークとしては、うん、もうほら、もう、ものすごい速さでも走ってるわけでしょ宇宙ステーション自体は。まあまあね。それ<ー>なんかね、その42.19差し掛かった瞬間、うん、パーンみたいな、うん、あっ,ってなって。うん うわ、うわ、うわ、っていう。好きだよなそういうの。好きだよね,好きだよねうん。<然>もういいんじゃねえかなって思ってる俺、そういうのは。うん。うん。いやいや、やるとは決まってないけど、そういうことを。いや、やるだろう。うこいつら絶対やるよ。<当>うん。好きだもん。まあ、俺もこれまあ、似たような、まあちょっと被った話で言うと、うん、一本グランプリは画面上では僕何回も参加はしてますからね。<laughs> シミュレーションでしょそれ。シュミレーションというか、ま、自己自己参加っていう形で。自己参加っていうか、俺もやってるよ、そんなの。一応、自己参加の形だと、5回決勝残って、2回優勝してます。2回優勝してんの ?2 回してる。すげえな。いや、それみんな知ってる俺も知ってるよ、シュミレーションで。2連、二連覇だったかな去年連覇、俺、間空いた。空いた空いて、久さ、ひ方ぶりの優勝。その合間で2連覇の境か。そう、その合間で俺取ってるわ、じゃあ。アルカピースでは計4回。 優勝してることになるんです、ね、頭の中ではもう4回優勝してもうすっげえ売れてるもんね。あんで家だとあんなに面白いこと頭ポンポン思いつくかね。ほんとね。シャワー浴びてる時とか、あって思うね。うん、俺、それもでも参加のうちだから、軸ずらして、うん、で、さ、いや、はその、その時間内では優勝できなかったんだけど、うん、後々シャワー浴びてる時に1個思いついて、うんうん、その分で後のせ優勝もあったから。<laughs> それは初回の優勝。<laughs> あ、1回目の優勝。うん。 なんであんだ面白いんだよね、家の中だと。家の中家の中の、俺、ふ、スーパー面白いもんね、やっぱね。本<当>うん。あれ<か>、俺も相当よ。マジって、家の中ダウンタウンさん。俺もだ、俺もだから、松本さんと被ったって思うときあんもん。<laughs> シャワー浴びてるとき。あ、くそいたいアルカートピースのオールナイト日本ゼロ。